ヒラタウミガメは、カメモクセン系アモクウミガメ上下ウミガメか、アオウミガメアカ、ヒラタウミガメ属に属するウミガメである。ヒラタウミガメ属に属するのは、ヒラタウミガメ一種のみである。以前は、ヒラタアオウミガメとして、アオウミガメ属に分類されていたが、今では、独立した別の属とされている。ヒラタウミガメ生息域。オーストラリア北部から、インドネシア。 パプアニューギニアにかけての比較的狭い海域に生息する。他のウミガメと違い、大陸方の浅い海域から離れることはあまりない。日本国内での観察例はない。甲羅は滑らかでほぼ平坦だが、円だけが上側に反り返っており、ジンガサに似た特徴のある形状を有する。生態の好調は 80cm から 100cm。 体重は 80kg から 90kg、大きい個体で 100kg 程度である。胃の内容物の調査から、主に装飾性で、海藻や海藻の類を食べるという文献もある。詳細な個体数は不明であるが、産卵可能なメスは5000から1万頭程度という報告がある。あまり研究されておらず、詳細に関しては、不明な点が多いウミガメである。 ありがとうございます。